佐藤勘次郎は、日本の政治家、ジャーナリスト。戦前には、中央公論編集長や、中京新聞社取締役を務めた。戦後には日本社会党に所属して、衆議院議員を発起19年間務めた。愛称は、佐藤勘。愛知県甘郡蟹江町府内里に生まれる。金松、あるいは、健次郎の次男。1916年に、 カニエ神情高等小学校を卒業。旧正会場中学校を経て、1928年に、早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業する。1930年に、中央公論社に入社し、1933年には、中央公論編集長となった。検閲が激しく厳しい時代であったが、1936年まで、編集長を務めた。 1937年には、中京新聞社取締役編集総務となった。太平洋戦争中には、主係大位として、フィリピンに進駐。1947年4月の第23回衆議院議員総選挙に、愛知県第3区から出馬して初当選。日本社会党に所属した。1949年の第24回衆議院議員総選挙で、 落選するも、1952年の第25回衆議院議員総選挙で、帰り咲き、以後は、第31回衆議院議員総選挙まで、連続当選を果たす。衆議院文教委員長などを歴任した、中日本自動車短期大学の学長も務めている。1970年3月3日、急性肺炎により死去、68歳遺没。死後に、 十三味くん一等随法賞を贈られた。4月3日には、蟹江町立蟹江中学校体育館で、蟹江町の松草が行われ、桑原剛子愛知県知事、橋本しぐぞ愛知県議会議長、愛知県第三区選出の衆議院議員などが、列席した。長井花風、吉川英治、谷崎純一郎ら著名な作家と親交があった。 吉川は佐藤に勧められて、蟹江町を何度も訪れて、水郷地帯の様子を、東海のいた子と呼んでおり、日光川の川べりには、区比が建てられている。佐藤は、釣り好きとしても知られ、著書には、釣り自慢などがあるほか、地方遊説や、各地の応援には、努めて釣り道具を持参する。演説や、応援弁士は、夜の仕事。釣りの時間は、朝から、 お昼までなどの名言を残している。晩年には自身と同じく釣り好きの国会議員に声をかけ、超党派の国会釣りの会を結成している。自身の蔵書など約8000冊を故郷の蟹江町に寄贈しており、蟹江町は佐藤からの寄贈書をもとにして1966年に蟹江町立図書館を開館させた。佐藤からの依頼により、 川端康成が佐藤官文庫の記号を行っている。趣味はスポーツ、相撲、野球、演芸。宗教は新宿。住所は愛知県天群蟹江町、船入り。ありがとうございます。